ミルマスカラスレーミステリオ覆面レスラーは、素顔がわからないように頭部や顔などの一部、または全体を覆面で多い活動するプロレスラーのことである。マスクマンとも呼ばれる。多くの場合は顔のみではなく、リングネームを用いることなどで、その正体も隠されている。初の覆面レスラーは1915年12月に、ニューヨークマンハッタンに登場したマスクとマーベルだったと、される。 正体は1904年セントルイスゴリン、アマチュアレスリングヘビー級アメリカ代表の、モート・アンダーソン。正体が明らかになるとオリンピアンの小スポーツ出場として、社会問題化し警察の捜査まで行われた。アンダーソンは、当時全米大協の交付ライセンスは執行しており、収入を得るためプロモーターの要請に応じ試合をしただけであったが、一般マスコミの工事となってしまった。 以降、アンダーソンは素顔で試合を続けるが全米では1938年まで覆面レスラーは現れない。また、この騒動により、ニューヨーク州のアスレチック委員会は、プロレスラーに対してもライセンスを交付することになり、ライセンス切れの元アスリートが、収入のためだけに正体を隠して、プロレスに上がることの防止策を施している。単発的ではない。 本格的な覆面レスラーが現れるのは1945年12月、ワシントンに現れたシマウマ小僧ゼブラキッドが最初とされる。初代は、正体は、コアモテの顔のオラールオルセンで正体を明かすまで4年間、東海岸でアイドル的存在だった。口述するメキシコで覆面レスラーが活動するのは1940年代から。この時期のアメリカでは、 メキシコ性と差別化を図るべく、フリークスという動きが出てくる。この代表格がミイラ男ザマミーである。ザマミーのキャラクターは、密入国を隠すため、またはプロモーターが、身元引き受け人となる代わりに生み出したキャラクターだったと、言われている。覆面レスラーは、メキシコのルチャリブレに多く存在する。ルチャリブレに、伝統的に覆面レスラーが多い理由の一つとして、昼間は、 他の職業についているため、夜に試合を行う場合が多く、正体を隠す必要があったためである。また、かつて、アメリカでは試合をするプロレスラーに、ライセンスが必要で、それを持っていないため、正体を隠していた例もある。ただし、今日では、特に理由がなくても覆面を利用するレスラーも多い。日本においては、キャラクターとして団体からの命令で覆面レスラーに、 変身する例も多く、変身によって大ブレイクするも、等の本人の意思に反するなど、正体となるレスラーの精神的な負担となる例もある。また、ヨーロッパのプロレスにはあまり存在しないと言われる。日本に初めて来た覆面レスラーは1956年に来日したメキシコのラウル・ロメロであり、1959年に来日したミスター・アトミックが大人気を博した。 日本でデビューした初の覆面レスラーは、小林昭蔵の覆面太郎と言われている。ミルマス・カラスに代表される、メキシコのプロレスや、ザ・デストロイヤーの影響で、日本の団体でも覆面レスラーは多く存在する。海外武者修行からの帰国や、長期休養明けおきに覆面レスラーになったり、既存レスラーの手こ入れ作として、ギミック変更の一環で行われる。 日本の覆面レスラーの特徴としては、デビュー以降は、比較的早い段階でその正体が分かることが多い。重心サンダー・ライガーのように、所属団体がその正体を公式に明かすことは、しなくても多くのファンが知っている場合も存在する。また、県議会議員時代議会においても覆面を使用したザ、ザグレート、サスケなど、当初から正体を明らかにしていた覆面レスラーも、存在した。 三沢光春の二代目タイガーマスクなどは、デビュー戦の段階で、多くのファンに正体が分かっており、三沢コールが起こっていた。なお、前述のタイガーマスクや重神サンダーライガーのように、TVE 番組のタイアップや人気キャラクターなどを、モチーフにする場合も見られるが、ウルトラマンや、ウルトラセブンは海外にまで飛び火する人気を誇ったため、メキシコを中心に活躍する、マスクマンまで登場した。 地方発のプロレス団体には覆面レスラーを多数起用して旗揚げするケースも多い。特に設立者自らが覆面レスラーである場合が、ほとんどで、彼らはプロレス団体の人気を一手に引き受ける、顔役となるケースが大半である。大阪プロレスのブラックバファローや食いしん坊仮面は、元道の区プロレスのスペルデリフィンが中心となって、打ち立てたキャラクターである。 弱小インディー団体で体制しなかったレスラーたちに分かりやすいキャラクターを与えて多くの選手を再生させたことにより大阪プロレスはレスラー再生工場などと言われたこともあった大多数の覆面レスラーはマスク自体にレスラーとしてのアイデンティティがあると考えているためマスクに手をかけられたり剥がされたりすることを極端に嫌う レスラーとして、路線変更をする場合、前室の三沢光春や平田、厚志のように自らマスクを脱ぎ捨てる場合がある。前室のブラックバファローはマスクを脱ぎ捨てた後も、リングネームを変えずに活動するケウなケースである。マスクを剥ぐ、はごうとする行為は、ほとんどの団体で反則とされているが、小林国明のようにあえてそれをやることで、ヒールとしてのイメージ確率を図ることもある。また、 覆面レスラーが地方議員になった例として、ザ・グレート・サスケ、スペル・デルフィン、スカルリーパー・エイジ、グレート・ムチャがあるが、サスケとデルフィンは議会の別室で素顔の本人確認をすること等を条件に、覆面姿の議場入場は認められたが、エイジは覆面姿での議場入場は認められなかった。覆面はギミックの中でも見た目が派手なため、地味なレスラーや、 普段目立っていないレスラーに覆面を着用させ、注目を集めるために使われることもある。他にも一人のレスラーが素顔と覆面、または2種類以上の覆面を使い分けて一人に役を演じることも少なくない。これを利用して所属選定数の少ない団体では、レスラーがギミックを使い分けて一回の工業で2試合出場することもある。また、覆面を被ることで、 元の自分とは異なるキャラクター、人格になりきり、素顔の時には出せなかった実力が発揮できる効果もある。自力はあるものの、性格が優しかったり引っ込み自案なレスラーが、覆面の力でトップレスラーになるケースも多い。一方で、旧聖忍者ランマルのように疑眼など顔の障害を隠すために着用する場合もある。変わった例として、 新日本プロレスが1973年に昇平したエルサントはメキシコの大物覆面レスラーのエルサントとは全くの別人であった。正体のレスラーはメキシコに帰国した際、日本遠征中にエルサントを名乗ったことがバレて大いに品縮を買ったという。なお、新日本にオリジナルのエルサントが来ると誤解させる意図があったかどうかは不明。さらに変わった例として、 キラー・コワルスキーは晩年頭が薄くなってカツラを着用していたがカツラが取れると困るというので覆面を被って試合をしたことがあった。1984年に登場したストロングマシーンは9月に同じ覆面欄がセコンドにつき増殖。覆面レスラーにとってマスクデザインが個性であったが機械を名乗ることで大量生産もできるという覆面を 逆手に取った設定で10月以降も3号、4号が登場しマシン軍団を形成していく。このマシン軍団のギミックは WWF にも飛び火していった。この流れは新日本だけでも海賊男、魔界クラブ、マスクド CTU といったフォロワーを生んでいる。メキシコのルッチャリブレではレスラー同士の因縁を決着するストーリーとして 覆面や紙などをかけて試合を行うことがある。これらをかけて行われる試合は、コントラマッチと呼ばれ、覆面レスラー同士が、それぞれの覆面をかける場合は、マスカラコントラマスカラ片方のみが覆面レスラーで、他方が紙をかける場合は、マスカラコントラカベジェラとなる。メキシコでは、タイトル歴と同じように誰のマスクを剥いてきたかという、マスク剥ぎ歴が勲章とされている。また、 メキシコでは、例年9月に、ルチャリブレ生誕祭が行われ、マスクハギマッチが行われることが多い。マスクを脱いだレスラーは、基本的に以降は、素顔で活動するのが通例であるが、レイミステリオや、ケーネスなど、再びマスクをこむるレスラーもいる。なお、メキシコでは、ライセンス交付制のため厳密に適用されており、国内において、同じデザインのマスク、 リングネームを名乗ることはできない。メキシコで敗れている武士が武士ロードとして CMLL に参戦するなど類似名は可能で、メキシコでは素顔なものの日本では継続してマスクを被っていたボラドールジュニアの例もある。試合前にもし負けてマスクを脱ぐようなことがあれば引退すると交互するレスラーもいるが、プロレスの世界では引退は言葉通りにならないことが多く、 大半は現役を続行している。売店で販売される多様な覆面。覆面が誕生した当時は、デザインも非常にシンプルなものだった。しかし覆面レスラーが認知されるにつれ、ラメ入りの生地やフェイクファーなどの飾り、目や口の部分にメッシュ素材を使うなど、その衣装も凝ったものになってきた。こうした覆面はファン向けにレプリカが作られることも多く、特に、 本物と同じ素材で作られたものは数万円で売られる。また、ミルマスカラスのように、覆面のデザインやカラーリングをあえて統一せず、多彩な種類で見る、側の目を楽しませるものもいた。マスカラスは、試合用の覆面の上にオーバーマスクをかぶり、入場後そのオーバーマスクを観客席に投げ入れるという、ファンサービスも行っていた。丸フジ制度など普段は、 素顔で試合をする選手でも入場パフォーマンスとして覆面を被り試合前に脱ぎ捨てる場合もある。2000年代のメキシコでは特殊メイクのような合成ゴム製のマスクが流行りグロンダやゲファーなどの怪物キャラクターが生まれた。なお試合以外で覆面レスラーとして校の場に出る際にはプライベート用の覆面を着用することが多い。プライベート用は 食事が取りやすい用口の部分が大きく開き、着脱しやすい用紐ではなく、ファスナーで締める、などの工夫が見られる。一方でタランチェラのように試合以外では素顔になる、選手も稀に存在する。アメリカで覆面が生まれた際には布2枚で、巾着のように縫製されていたが、後に被り心地、フィット面、呼吸のしやすさなどから布4枚を方法して縫うことが、一般的となった。 当初は専門に縫うものもおらず、靴職人や日本では、おもちゃメーカーのポピーが副業として縫製していたが、要求される専門性から、メキシコや日本では専門の職人、メーカーが縫製している。選手はそれぞれ特定の職人、メーカーと取引をしていることが多く、メキシコでは、親の下で修行し、家を継ぐ形で何代にもわたるメーカーもある。 メキシコの第一人者とされるのは、革靴職人だったアントニオ・マルティネスで、1933年にアイルランド出身のシクロン・マケから依頼されたのをきっかけに取り組み、ルチャレイ名機のほとんどのマスクを手掛けていた。マルティネスはその後も2代目が受け継ぐ、老舗メーカーとなっている。カテゴリー、プロレスカテゴリー、プロレスラー、覆面レスラー。ありがとうございます。